こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、こちらの子、ミゾトカゲのアザンティックのリンちゃんですね。アニマルタイガ CB のリンちゃんなんですけども、この子ですね、なかなかご飯を食べなくて僕手こずっている、今ね手こずっているわけなんですよね。同じね兄弟のワンちゃんと比べるともう倍近くなんか見た目が違うんじゃないかなっていうぐらい差が出てきてしまったんですけど、この子はねなんで大きくならないかっていうと、極端にですね食べる量が少ないですね。少ないんですよ。なのでご飯をあげるときいつもねこうして隔離してねあげてるんですけど、あげてみましょうか。ご飯の時間なのであげてみたいと思うんですけど、あげるのは骨付き肉ね、これをあげてるんで、1個置いてみましょう。はい、出し取らしてはいけません。さあ1個入れてみましたけど、ほら結構ねもう餌を入れても全然餌に見向きもせず、こちらをね警戒して逃げているのが分かりますよね。そう、やっぱ食べる量がねこう少ない理由としては、少しやっぱ人への警戒心がまだまだ高いっていうのがね原因だと思います。で、一番よく食べてくれるのがこれ、このね骨付き肉だったりするんですけど、マウスですらねあんまり食いつかないっていうちょっと変わった子で、なのでね、まあ、今度この子は、まあ、別になんか魚を逆に食べるかもしれないっていうのを思ったので、今度はまたちょっと魚とかもねあげてみたいと思うんですけど、それにしてもね本当に食べないんですよね、この子の。じゃあ兄弟と一緒にしてみましょうか。兄弟と一緒のところにちょっと入れますと、これはい、手前に見れるのがワンちゃん、あちょっと、はい、こちらに見えてるのがワンちゃん、リンちゃんですけど、どうですかこの、ああ体格差すごいでしょ。まあかなりねこの臆病な子っていう子は警戒心が高くてなかなか食べてくんないですけど、じゃあ果たしてこちらの、ね、上にいるロンとワンちゃんにちょっとあげてみます、ご飯。はい、こちらに用意しました。ほら、ハンタロンご飯、ここほれロンこっち、うわしゃー、この勢いなんですよね、もうひよこもペロッとこう食べちゃうし、次から次へと行くし、このサイズ差出る理由がねやっぱこの食事を見てたら明らかに分かりますよね。さあロンちゃんもまだ食べれるかな、これこの辺出しておけば、どんどん警戒心なくね食べていくんですよねこの子らは。やっぱりすごいよ、ワンちゃんはね今ひよこ2羽食べたと思いますけど、3羽はね食べれるようになりましたね。おお、そして2羽食べてこの勢いだからね。一方リンちゃんはまだ1本目の肉すら食べようとしないっていう、リンちゃんもワンちゃんもねどっちも男の子なんで、このしっかりしたね尾の付け根あると思いますけど、ワンちゃんも尾の付け根しっかりしてますから、ね、ああ取り合いしなくていいし、あんたずっとここにあったの、じゃあワンちゃんすごいっしょこの勢いが。リンちゃん食べなさいよ、リンちゃんね。こんだけもうサイズ差がどんどん出てきちゃうのはちょっとね参ったなーっていう感じなんですけど、まあしょうがないっすよね。同じ本当に飼育環境で同じように飼っててこういう結果になるんで。あらワンちゃんまだ食べるの、結構食べましたよあなた、お腹いっぱいかな。ひよこはいる、ひよこ食べんの、何食べたい、お腹いっぱいになった、お腹いっぱいになるまで一瞬で爆食いしていくからね。おー、まだ行くんだ、すごいねあなた本当に、よう食べるわ。ワンちゃんがですね5月20日、去年の5月20日誕生日で、リンちゃんが5月の22っていうことで、まあ、生まれた日はね2日しか変わらないですけど、これだけのサイズ差あって、で5月20日なのでもうちょっとでね、生後1年
になるので、生後1年経ったらまた身体測定お互いねしたいなと思いますね。どれだけ大きくなったのか、赤ちゃんの時から食べるまで。ワンちゃんの食い意地がすごいわいやーこれ2本ぐらいはな、リンちゃん食べてほしいんで、これポイッと入れときます。お、おリンちゃん、あ、リンちゃんいったいったいったリンちゃんよかった、いった。リンちゃんこれね、食べて2本、食べて2本、まあ1本食べればいいかなぐらいなんですけどね。いつも食べてくれません。この骨付き肉はやっぱ結構好きでね、食べてくれますね。ちょっとあの見づらくて申し訳ないですけどね、こんな感じで。まあロンはね結構大きめのをいつもこうやって頑張って頬張ってるんで、いつも時間かかってるんですけど、まあ食い意地は張ってますよ、かなり食べましたかね、このお腹ね、このお腹ポンポロポンって、ポンポロポンって、これワンちゃんのお腹。食べる子は育つ、リンちゃん。もうなんか立派なオスになりましたよね。あらあらあら、あんた人のを取るのすごいね、ワンちゃんまだ食べるの。取られた時用に、はい、じゃあこれ置いとくから食い意地がすごいな実はワンちゃんに関してはね、あの男の子としての機能もね備わって、もうすでにねこうメスと掛け合わせることもね、まあまあ全然早いですけど可能な感じにはなってるんですよね。性成熟してる感じがすでにあって、まあね、昔を見返してみると、こんぐらいの時、このぐらいの時のセン君がもうすでにハンちゃんとね交尾行動をし始めてたので、あー大きくなったな、本当にでかっ、ちっちゃい。ワンちゃん頑張れ、それも取んなくてよくない、ワンちゃんさすがに人のもよくない、まだ行くんだ。そしたらこれどっちか、はいはいはい、ワンちゃんワンちゃんこれ置いとく。すげえな、とてつもなく食べるじゃん、かっちょいね。やっぱ大きくなってほしいね、リンちゃんもね。今はまだまだちっちゃいけど、しっかりとまあ成長はしてますからね、ゆっくりですけど、大きくなってくれたら嬉しいなと思います。はい、じゃあワンちゃんごちそうさまね、よいしょいや本当すごいっすよね、この子らもね、もう成長ね結構してくれてるんですけど、すでにちょっと大きくなってきてくれてるんですけど、この子たちが1年後にねワンちゃんぐらいにこうなる子は、成長していくっていうことで、この手前にいる子が一番爆食なので、おそらくこの子はねワンちゃんぐらいこうでかくなっていく速さは速いのかなっていうふうに思うんですけど、いやいやいや、オートガイの成長は侮れませんね。はい、ということでいかがだったでしょうか、ワンちゃんとリンちゃんのねサイズ差を見ながらご飯をね与えてみました。いや本当にどっちもね、まあ、元気に育ってくれてるので嬉しいなとは思いますね。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。